次の最後の、テーマに移っていきたいと思います。今日の、テーマですね、今日全体のトピックは、Google のジオ関連 API ということなんですけれども、このジオ関連 API に関して、要望ですとか、質問があれば、もうこちらですね、パネリストの方々からでも、会場の皆さんからでも、ご質問要望をお受けしたいと思います。じゃあ、パネリストの方々からもし要望や質問があればお受けしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、安藤さんどうぞ。2つ、もう時間がだいぶなくなってきたんですけど、2つちょっと大きめの包括した質問というか要望になると思うんですけれども、地図の権利とか衛星写真の権利とか多分いろんな契約があるとは思うんですが、アーカイブしていってほしいで、それをそれは外部の開発者がいくら頑張ってもできないと思うんですよ。で、例えば古い地図とか古い街並みとかすごく、思い出っていうことだけじゃなくて活用の仕方、都市計画とかにも活用できるでしょうし、今のアーカイブすることっていうのも今現在を正確にっていうのもすごく大切なことなんですけれども、過去のものをどんどん活用できるような形にジオ API 全体がなっていけばいいなというふうに感じています。古地図ということではなくて、そうですね、ちょっと前のとか1年前とかでのタイルを保存していってほしい、ということです。それは今から心がけておかないと将来に向かってできないと思うんですよね。Google の社訓の中にもそのあらゆるものをその検索しやすくする、探しやすくするっていうのがあると思うんですけど、今の Google マップスがその空間軸だとすれば、今の点って時間軸のところだと思うんですよね。なので非常にその Google のその精神とも合ってるような気もします。はい、そうですね、それはすぐお答えにならなくてもいいんですが、そういう思いをみんなは多分持ってるんじゃないかなっていうふうに代弁できればなと思いました。後藤さん何かコメントあります？まずできるかどうかは今まで考えたこともなかったので、あ、なるほどってちょっと感心してしまったんですけれども、そうですね、実現にあたってもしかすると課題になるのは、例えばですね、ライセンスの問題とかがあります。やはりこの元のデータ、地図のデータは必ずしもその完全に完全でもうなんていうんですか、誰でもただで使えるというようなデータではないので、いろいろなその規約というのが入っています。従いまして、そういうそのデータそのものに対するその規約がどこまで影響するのかっていうのは少し考えてみないとわからないなというところはちょっと今聞いてて思いました。それからあとやっぱりすごいデータの量になるので、非常にチャレンジングな話だなと思います。それこそ今特に日本なんて、そのさっき住所の話をしましたけども、すごい変わるんですね、住所が。で、特に、その日本の住所の表記方法って、家を建て替えると住所が変わるっていうことも普通に起こる体系なので、これはそのこれ全部トラックしていくのかという話にもなって、これまたすごい話だなと今聞いてて思いました。ただチャレンジのエリアの一つではないかなと思います。もう一つあったのを言ってしまいますと、さっきバージョンによって API がいろいろ変わってきたりっていうのがあって、それの回答もいただいたんですが、フラッシュで使う人と JavaScript で使う人が同じ意識で使えるように整備していってほしいって考えるのと、逆に何でもかんでも機能を入れることが API の趣旨ではなくって、それは周りの開発者、外部の開発者とかがユーティリティとしていろんなものを作ってくると思うんですよ。で、そちらに頼ってっていうか期待してくれていいと思うんですよね。で、 Google の中ではシンプルな API を高速に確実に動くっていうものを目標としてどんどん API を進めていってもらえると、外部の開発者もいろんなものを作りやすくなるんじゃないかなというふうに思います。なるほど。はい、カメラ、 if you have answer to this。
Yeah, as for the, the second request, 2つ目の、まあ、リクエストということであっ たんですけれども、まあ、高速なシンプルな安定な API ということでありますけれども、やはりサイズが重要だと思うんですね。毎週新しいリリースを提供すると新しい API のサイズということで、必ずそういった意味では遅延テストというようなことにおきましての掲載があるんですね。ですから API を小さくしようと、新しいフィーチャーを足しても API を小さくしようと、いうのをモジュール化しようという試みがされています。ですから JS モジュールというものがありましたけれども、まあ、ダイナミックにそれをロードすることもできます。インフォウィンドウを使っていればインフォウィンドウのモジュールをダイナミックにロードにすることができる。ですから実際は API として当初ロードするものだけで、小さくして実際の追加的なユーザーフィーチャーで使わないものは必要ないとすると、タイルのブラウジングだったらタイルのブラウジングと。ですからそれを今やっている最中でして、もし私たちがまあどれぐらいの API の小さな規模にモジュール化ということによって達成できるかということによっては実際、まあ、API の軽いバージョンというものを提供しようと思っています。まあ、API のバージョンにおいては JavaScript を一つの JavaScript API にして、それにより良い機能を付随させるということしかないのではないかというふうに思っています。はい、それでは長い時間どうもありがとうございました。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。